まあ、そう慌てらさんな、せがれども。しかし、おやじ様、相手は魔王、織田信長。各局の御身にいついかなる工事が降りかかるやも。まあ、今しばらくは大丈夫だろうね。人質ってのは使い道がいくらでもある。なあ、それも生きていればこそよ。命を取っちまったら、どうにもならんだろう。そういうものって、ござりませんか。 そういうもんでござりまするよ、小せがれ殿。あれだけの小勢で我ら魔王軍に歯向かうとはな。武田の残党とはいえ、敵はあの真田だ。油断するな。信玄公、この正幸、豪運に報いてみせますぞ。はい、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 は
しかし兄上、親父様より 物事は冷静に見ようと日頃から。それでやり先を曇らせていては元も子もなかろう。親父殿は親父殿、お前はお前だ。お前は自分の道をかければよい。この俺も俺の道をただまっすぐに馳せていく。俺は頼もしいね。自立した子を持って幸せだよ親父様は。 真田の道はどこまでも続く。我らが前へと進む限り。素晴らしきお言葉。この雪村めの魂に刻みまして候。無理だ、俺たちは束になってかかったところで止められん。戦国の奇術、信州の志士、二層の若虎、これが真田親子か。 俺より先は三手に分かれ。我らのうち一人でも勝頼様のもとへたどり着ければよい。承知。 真田正幸、戦国の記述だ。どんな奇策を用いてくるかわからんぞ。あららら、ガチガチになっちゃってま。こりゃかえって動きやすいかもね。安心召され、お客人方。この正幸、策をばどうするつもりはもうとうござらん。ただわしを阻むやからには消えてもらう。覚悟を決めてかかりそうらへ。 勝義様、信玄公の忘れ形見を失うわけにはいかん。武田の道は我ら真田の道と重なりしもの、途切れることなどあってはならぬのだ。このままではポッポされてしまう。ねえ、あの方々の到着はまだか。兵士たちの様子が尋常じゃないね。なるほど、この道は当たりってわけだ。 姉妹だ。
信長の子の絵だ。音に聞く織田の瞇田大か。やはりこの先に信長が。ならば勝頼公も。<笑>信長様の御前で賊を受けるとは、なんたる強行。いや、この私であれば必然の幸運か。おう、その意気だぞ勝家。でも油断はするな。こいつ強いぞ。ここで大手柄を立てれば光秀様に次ぐ側近となることも夢ではない。そうなれば。 次は。聞いておらぬようだぞ。白昼に伏けったまま戦うとは、いやはや、なかなかどうして器用な若造だね。勝家。不思議殿に一つお尋ねしたい。そこもとは、神も義も厚き、誠の者々とお見受けいたす。 <笑>ああ、何でも聞いてくれ。なればなり上、信長の非道なる振る舞いを甘々なさ。天下富舞とは魔王がごとき存在を将来し称賛するものか。違う、そうではない。それがしは信じているんだ。信長様の力で日の本を一つにした後、皆で一生懸命力を合わせれば、 戦のない平和な世が作れると。先を信じているから。なるほど、真田信之、火消しに勝る豪の者だな。徳川家康。 お前のような者の具が織田にいようと、一つ問う。お前の主君織田信長とはどのような男だ。気になるか。だが難しい問いだな。わしにも信長公の誠は未だ測り得ないんだ。確かなのは、信長公の持つ強さ、天下人たりうる天下富舞の力の凄まじさだ。 天下富舞の力。公の前では将も民も等しくただの人となる。恐ろしい力だが、乱世を平らげるには必要な力だろう。光れるか。信長公の強さに。強くなければ。鷲田彦信之、お前を信長公に引き合わせたい。 しかし、お前は恐ろしくはないのか。恐れる？何をだ。信長公、そして公が導く世の姿。俺は恐れを抱けるほどまだ信長を知らない。<笑>それもそうだな。だがな信之、わしは怖くてたまらないんだ。 公に惹かれてしまうわし自身が怖い。なぜ公に惹かれるのか、それを知るのが怖いんだ。家康、わしは臆病者だ。だが信之、お前は違う。公とも己とも嘘を偽りなくまっすぐ向き合うだろう。その答えがわしをも導く。そんな気がしてならない。織田信長、それほどまでの。
より様、マサユキめが参りましたぞ。お気を確かに。まあまあ、それほどまでに血相を変えずとも、ちゃんと生きてますよ。今はまだね。明智光秀貴様、今すぐ勝頼様を解放しろ。さもなくば、さもなくば殺しますか、私を。信長公も、それはそれは面白くなりますね。出張るな、光秀。いいよ、自らがそこのムジナと戯れ。これはこれは申し訳ございません。あのゴミを始末せずにいたのはそのためでしたね。真田正幸、よし、貴様の気絶とやら世に披露してみせる。信長、交渉だ。勝頼様を返してくれ。あのお方を失えば武田は滅んでしまう。虎の子はネズミぞ。弱気が滅ぶは羊。無事な武田を捨て異様に使え。おまくなりしねえ。図に乗るな、信長。返さぬなら力づくで取り返すまで。親方様、やはりこやつの息の根は薄汚い手を使ってでもわしが止めておくべきだった。ほう、つまりかつてあなたは公の暗殺を企てたものの、それを信玄公が止めたということですか。そうだ、親方様は尾張の大うつけをも導けると。だがあの方は寛大でありすぎた。寛大ですか、愚か、浅はか、当変僕の間違いでは。よし、虎目は塔に嘘、下天は世のなさんがままに。左遷と言っている。親方様の教えは生きている。武田だ、わしの心に生き続けている。ゆるりと周りを巻き込んで、絶対無欠の役職を高く高く天へと掲げる。ご清聴